はい、どうも、もこです。今日の動画は冬至までに決めてほしいことっていうお話になります。このチャンネルではスピリチュアルや引き寄せや神仏からのメッセージを通じて自分らしく幸せに生きるっていうためのヒントやあり方などお伝えしています。こうした内容に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで今日の動画は冬至までに決めることっていうお話になります。スピリチュアル界隈でもね、冬至っていうのをね、すごくこう重要な日としてね、お話しされてる方ってすごく多いと思うんですね。で、私もね、動画とかでもね、冬至までにっていうようなね、お話ちょこちょこね、出したりとかもしてたんですけど、冬至っていう日自体がね、すごく重要な日っていうのはあるんですけど、その中でもね、今回の時期っていうのは、本当にね、すごく重要な意味を持った日でもあるんですね。で、なので、ちゃんと動画で一本ね、撮ってみようかなっていうふうに思って、今回ね、冬至についてのお話をしようかと思うんですけど、最近ね、私、天の岩戸っていうのがやっぱすごい響いてきてたんですよね。何なんだろうなーっていうのも思ってたんですけど、要はね、今岩戸が開いてる状態っていうのかな、この開いた岩戸が冬至で閉じるんですよね。この開いている岩戸が冬至で閉じるっていうのは、これは何を意味してるかっていうと、冬至から新たな次元とか、まあ新たなフェーズとかでもいいんですけど、これまでとは全く違う新たな形のスタート、始まるよっていう感じなんですけど、なので、それまでに自分の生き方を決めてください、みたいな、のが今のこの時期なんですよね。で、なんか結構これまでも風の時代に入りましたって言ってね。で、風の時代に入った。で、これからはもっとね、自分らしく軽やかに生きていける時代だから、だからね、これからはどんどん流れも加速していくから、自分と向き合ったりね、しながらも、どんどん自分らしく進んでいこうね、みたいな。そんな感じでね、お伝えしたりっていうのは、これまでもあったかと思うんですけど、今回のは、冬至っていうのでちょっと期限が決まってるみたいな感じなんですよ。だから本当に冬至で岩戸が閉じてしまうまでに自分の生き方をきちっと決めるっていうね、必要が今の時期すごくあって、よりほら二極化が進むとかそういうのも言われてますけど、本当にね、もうなんか乗る船が違うみたいなぐらい、もうはっきりと分かれていくっていうのが、この冬至以降ね、すごくはっきり明確に現れてくるんですよね。だからって別にそれを、なんか決めなきゃいけない、どうしようみたいな感じで不安になる必要は全然なくって、ただ、冬至までに自分がどう生きていきたいのかっていうことをちゃんと決めるっていうね、私は変わるみたいな風に決めるみたいな。なんかね、それがすごく必要なんですよ。それがある意味、ゲートをくぐるチケットじゃないけど、その岩戸をね、くぐる切符みたいなね。そんな感じの決めるっていうのが、切符の同じ意味を持つっていうかね、感じなんですよね。多分ね、いろんなスピリチュアル系でね、多分いろんな表現があると思うんですよ。冬至以降眠ったままで行くのか、目覚めるのかっていうね。そういうような表現の仕方もあると思うし、3次元的な意識で行くのか、4次元、5次元的な意識の方に移行していくのかとか、まああとはそうだな、不安や恐れとかっていうこう足りないものを埋めるっていうような生き方で行くのか、感謝や喜びみたいな感じで、すでにあるものをより溢れさせていくっていうような生き方をするのかとか、外側ですね、まあ他人や社会とかに合わせる生き方をするのか、内側、まあ自分や心とか精神ですね、を尊重する生き方をしていくのか、みたいな、いろんな言い方ができるんですけど、結構ね、ニュアンス的には言ってることって全部同じなんですよ。表現が違うだけで。今ね、いろんな言い方出してみたんですけど、結局言ってることっていうのは全部同じなんですけどね。で、それを聞いて、自分的にどっちで行きたいかなっていうのを、ぜひやっぱ決めてもらいたいんですよね。だから別になんかこう、どっちが正しいとか、眠ったままっていうのがダメとか間違ってるから目覚めなきゃとか、そういういいか悪いかとか、正しい間違ってるとか、そういうような基準じゃなくって、自分はどっちの生き方がいいのか。自分はどういう生き方をしていきたいかっていうところをやっぱ決めていってほしいんですよね。で、しかも結構ね、この時期っていうのは割とちゃんと考えてねっていう。まあ時期的にもね、忙しかったりとか、そういうのももちろんあるとは思うんですけど、日々のね、こう、せわしなさとかに追われてね、自分がどう生きていくとかっていうことを、やっぱこう、考えずに突っ走ってっていうような状況になっちゃってた人っていうのは、結構ね、強制的に今、怪我だったり病気だったりで、こう、ちょっとストップしなさいみたいな展開になってる人っても結構いるんですよね。それって別に悪いとかダメっていうことではなくって、ただ、冬至までに、決めてほしいの。だから、
うわーってがむしゃらに動いちゃったりとかして、決めるとか考えるっていうような時間を取れてないみたいな状況の人は、ちょっと強制的に止まれや、みたいな。ちょっと待てや、みたいな感じで、怪我だったり病気だったりっていうので、ストップねって。ストップして考えてっていうね。で、この考えっていうのも思考の中に入って考え事とか妄想とか思い悩むとか、そっちの方の思考なんじゃなくって、整理する。頭の中とかを整理する。自分の中の気持ちとかやっていきたいこととか湧き上がってくるものとか、そういうのを整理するっていう意味で、考えるですね。頭を使って、私は本当に生きたい生き方はどんななんだろう、どういう人たちと一緒にいたいのかとか、過去がこれまでこうだったからっていうことじゃなくって、私はこれからどういう生き方をしたいか、どういう人たちと一緒にいたいかみたいな、やっぱね、そこを立ち止まってしっかり考えて当時までに決めなさいと。結構ね、強いメッセージっていうかね、もう決めてっていう時期なんですよね、今って。うん。で、その締め切りが冬至っていう感じなので、だからね、冬至までね、まだ1ヶ月ぐらいかな、ちょっと日にちあるから、だからね、この1ヶ月とかにももしかしたら、あえてね、例えばその、周り他人とか、周りに合わせるみたいな、で、自分を我慢するみたいな、そういう生き方をしていた人であれば、本当にあなたこの生き方でこの先も行きますかみたいな感じで、あえて、なんかその状況を見せてくるとかね、そういうようなこととかも起こったりするし、あなたはこっちで行きたいの、それともこっちで行きたいのみたいな感じで、こう両方を見させられるみたいな感じも起こったりしますね。で、だからね、難しいかもしれないんだけど、なるべくなんかその、いい悪いとかで一喜一憂するとかじゃなくって、出来事として見るっていうのかな。例えば足を怪我したとか、それによってちょっとお仕事ができなくなったとか、で、それがなんで私がこんな目に、なんで悪いことがとかっていう風に、ネガティブな方に入ろうと思えばいくらでも入れるんだけど、まあそうじゃなくってね、怪我をした。とりあえず1ヶ月間仕事に行けなくなりました。その結果家で考える時間が増えました。さあどうしようみたいな。っていう感じで、ただただ出来事として、そこにいちいち毎回なんかその、いいか悪いかみたいなのを白黒つけるみたいな、そういうのしなくていいから、ただ出来事として捉えて、で、その上で自分がどう生きていきたいかっていうのを決めるっていうね、風に、ぜひね、この期間っていうのはやってみてほしいんですね。だからね、ほんとね、高次元に行くことが正しいとか、目覚めるのが正しいとか、内側を満たすとか尊重するっていうような生き方が正しい。じゃなくって、正しいからそっちってわけじゃないんですよ。どっち選んだっていいんですよ。眠ったままだって全然いいし、三次元意識のままでいいし、足りないものを埋めるとかね、外側に合わせるみたいな、そういうような生き方だっていいんですよ、別に。それが悪いわけじゃない。まあ、ただ、自分の魂が進みたいっていう方向とは、ちょっとこう、離れた方向ではあるから、生きづらさとかね、苦しさみたいなのは、出てきてしまうっていうのはもちろんあると思うんですけど、より分離した状態っていうのかな。でも別にこれが分離が悪いとかでもないんですよ。もうとにかく、どっちが正しくて分離が悪いとか、そういうことではなくて、分離してたって、それはそれで気づけることとか学べることだってたくさんあるわけだし、だから、分離が悪いわけじゃないんですよ。生きづらさは増すと思いますけどね。だから、正しさっていう視点で選ぶんじゃなくって、楽しさとか心地よさっていう視点で、どっちで生きたいかなって、どんな風に私は生きていきたいかなっていうのを決めるっていうところをぜひやってみてほしいんですね。正しいかどうかよりも、楽しいかどうか、心地いいかどうかっていうところで、決めていく、選んでいくっていう部分とか、今現時点でそれができるかどうかっていう視点よりも、純粋にやってみたいかとかしてみたいかみたいな、なんかそういう視点で選ぶみたいな、そういう感じでぜひね、自分らしく生きたい、そして自分らしく生きるとはどんな生き方なのかみたいなのをちょっとね、この期間は考えてもらって、で、その上で具体的に私は何歳になったらスピリチュアルカウンセラーでいくらいくら稼いでどたらこたらでこんなお家に住んでとか、そこまで明確に、ね、設計図を立てろとか、そういうことではなくて、ただ大まかにでもいいんだけど、方向性を決めるっていうのかな。方向性とか指針、羅針盤の向き先をもうこれって決めるみたいな、そんなイメージで、私はこういう生き方をしますと決めますというふうに、ぜひこの期間でね、考えて決めるっていう作業を当時までにしてもらいたいです。で、決めるっていうのは本当もう決めるだけでいいです。
なんか決めたからもうなんかすぐにいろいろ動かなきゃいけないとか、動かなかったら決めたことにならないのかなとか、実行実践しなきゃいけないのかなとか、なんかそういうふうに思わなくてもいいので、とりあえずとにかく決めてください。私は自分らしく生きるとか、自分らしく生きるっていうのはどういうことかって言ったら、なんかより目覚めて自分を尊重しながら、あの自分にとって大切な人だったり地球だったりね、そういったものに何かしら私ができる形で貢献していきたいとか、奪い合うとかっていうよりも満たし合って支え合ってっていうような生き方をしていきたいだとか、なんかそういう感じでいいので、私がこうだったらいいなってね、こういう生き方してみたいなっていうふうに思うような生き方をこれから私はしますっていうふうに決めるみたいなね、それをね、あのぜひあの当時までにやってみてもらえたらと思います。はい、これはね、全然こう決めなきゃいけないとか、決めれなかったら私は眠ったままになっちゃうのかなとか、そういうふうに全然なんかこう不安とか恐れっていう方向に考える必要はないので、ぜひね、よし決めたらこれから今の期間でいっぱい考えて、私はこんな生き方をこれからしていくぞみたいな感じで決めて、でさらにそれが12月の冬至から新たにスタートするっていう風にワクワクしてね、ぜひね捉えてもらえたらと思います。本来ね、全然不安や恐れとかそっちに捉えるんじゃなくって、どんどんドキドキワクワクみたいなね、そっちの感覚で受け取ってもらえたらね、いいことなのでね、だから全然怖がらなくて大丈夫なので、こうなったら楽しそうみたいな、なんかそういう感じでね、もうぜひね、自分がどうなったら楽しいのかね、どんな生き方していきたいのかっていうところをワクワクしながらね、エネルギーもワクワクすると波動って上がるので、その状態でね、ぜひね決めてってもらえたらと思います。はい、でね、みんなでね、より高い次元でね、ワクワクしながらね、なんかちょっと当時からも新しいフェーズ始まっちゃうよみたいな感じでなんかね、みんなで楽しくね進んでいけたらいいなと思うのでね、はい、ぜひね一緒に進んでいきましょう。はい、そんな感じで当時までに決めてほしいことっていうお話でした。今日も見てくれてありがとうございます。この動画を見て面白いと感じてくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、今日もありがとう。今日もあなたに幸あれ。はい、もこでした。またねー。